明るくていい子だったよ。彼女が恨まれるなんて信じられない。何かの間違いじゃ。ああもうそんな証言ばっかり。聞けば聞くほど訳が分からなくなってくるわ。いい？生き埋めよ生き埋め。波の怨恨程度じゃあんな狙われ方しないわ。絶対犯人には深くてドロドローっとした動機があるはずなのよ。間違っても通り魔的な犯罪じゃない。それなのにどうして犯人が彼女を狙った理由が被害者側から全然出てこないのよ。でもストーカー犯罪みたく、ただ魅力的だっていう理由だけで一方的に狙われる場合もあるし。最初の被害者は容疑者候補が多すぎて、今度は全くいない。うまくいかないものね。このままただ何も考えず聞き込みをしていてもダメだと思う。これじゃ同じことの繰り返しだよ。そうね、どうしよう。真由美先生に聞いてみたらどうかな。え？ほら、先生のパソコンで雄一郎さんと正美さんの詳しい個人情報を教えてもらうんだよ。学園のデータベースから引き出してもらって。もしかしたらデータの中に何か聞き込みじゃ得られなかった情報が入ってるかもしれない。それグーよ。実は私もちょうどそう思ってたところなのよ。さすが我が有能なる助手ワトソンくんね。よし、じゃあ行こう。ああ、そうだそうだ、ちょっとその前に。お待たせ。どこ行ってたの？秘密。先生、失礼します。あら、桃井君に立花さん、どうしたの？いつも二人揃って相変わらず仲がいいわね。実はですね。私はあなたたちの便利屋じゃないんだけどね。でもまあ、二人には子猫探しの件でお世話になっちゃってるし。それに学園で殺人犯が堂々と腕を振って歩いているのは私も気に入らないしね。はい、できた。でもくれぐれも言っておくけど、これ校長先生たちには絶対秘密よ。ただでさえ備品紛失事件で目をつけられているんだから。学園のデータベースの情報生徒に漏らしてることがとんでもないお説教受けちゃう。すみません、どうもありがとうございました。じゃあ早速部室に戻ってデータのチェック作業をやりましょう。
誰から？へへへ、美和子さん。実を言うとさっきね、彼女に何か新しい情報がつかめてたらメール送ってほしいって頼んでおいたのよ。で、美和子さんなんて？ちょっと待ってて。はい。まさみさん、まだ危ないんだね。めぐるくん、絶対に私たちの手で犯人を見つけましょう。あ、ひょっとして…いきなり。うん、ちょっと待ってて。二人とも転校生なんだよ。え？ほら、見てごらん。どっちも履歴にこの春この花学園に転校してきたって書いてある。でも問題はそこから先よね。犯人が転校生に何らかの害を持っていたってところまではいいけど、肝心の何らかの部分が全然わからないんだもん。仕方ないから真由美先生に頼まれていた依頼先に済ませちゃう。先生にはいろいろと協力してもらっちゃってるし。そうだね、自分だけじゃ餌も取れないような子供だし、あんまり時間がかかるのも良くないよね。掛け持ち捜査だなんて随分と余裕あるのね。それで私に勝てるつもり？それは。忍さん、今度は何しに来たの？借りがあるのは嫌だから返しに来たわ。借りって何のことよ。二人目の被害者、北山雅美の近くにあった魔法陣、あなたたちに見せてもらったでしょ。だから引き換えに情報を持ってきたの。それはわざわざご親切にどうも。で、何なのその情報って。いい、よく聞きなさい。あなたたちがそうやってグズグズしている間に次の殺人が起こるわよ。
次の殺人？しのぶ、教えてくれないか？なんでまた殺人が起こるってわかるんだ？順を追って説明するわ。例の魔法陣の図柄、覚えてる？え？ああ、これのこと？ウリエルの名前が書いてあったでしょう。この魔法陣は通称タリズマンといって、本来お守りの道具として使われるの。これは大天使ウリエルのタリズマンよ。ほら、このページのここ、桃井くんが写した魔法陣と図柄がそっくりでしょ。この本によれば、本来天使の力はお守りになるみたい。でもその力を反転、つまり逆さまに書き写すことで、魔法陣を邪悪な呪いをもたらすものに変えることができるらしいわ。じゃあつまり犯人はマサミさんにウリエルの呪いをかけようとしていたの？せっかちね。話はまだ終わっていないわ。まず魔術の基本的な部分から説明するわ。魔術の世界では簡単に言ってしまうと、この世界のありとあらゆるものが地、水、火、風の四大元素でできていると考えられている。うんうん。そしてこの四元素の力を守護していると言われているのが四大天使なの。その名も大天使ミカエル、以下同じくラファエル、ガブリエル、そしてさっき名前の出てきたウリエルよ。でもミカエルは火、ウリエルは地の力を魔術の実行者に与えてくれる。へえ、そうなんだ。ここで思い出して、二人の被害者の狙われ方を。あ、火と土だ。二人は魔術の力で呪い殺されちゃったっていうの？いくらなんでもあまりにも非現実的だわ。それにウリエルはいいとして、最初の雄一郎さん、大天使ミカエルの名前がついてるものなんて何も持っていなかったじゃない。立花さん、雄一郎先輩が好きで持ち歩いていたネックレス覚えてる？確かミシェルとかいうロックバンドのでしょ？ミシェルはフランス語だよ。英語ではマイケル、ロシア語ではミハイル、みんな同じ意味の単語さ。そしてラテン語読みはミカエル。
術や魔術が本当にこの世にあるなんて思っていない。いいえ、世界には科学で解明できないことはあるかもしれないけれど、少なくとも今回の事件は四大天使になぞらえた見立て殺人よ。見立て殺人？四大天使の呪いになぞらえて被害者を殺害していくことで、まだ生きている次なる標的に多大な恐怖と苦痛を植え付けていく。次はお前の番だとね。どうやらこの事件の犯人はすでに亡くなった被害者たちと、これから現れるであろう被害者たちに相当な恨みを抱いているようね。これから現れるであろう被害者。ちょっと待って、まさか。ようやく分かったようね。そう、死を呼ぶ大天使はあと二人残っている。風の大天使ラファエルと水の大天使ガブリエル。随分ショックだったみたいね。こんなことにも気づかないなんて、やっぱり二人きりの弱小クラブじゃそのあたりが限界かしら。何よ、こっちが二人だけの弱小クラブならそっちなんて一人ぼっちじゃない。私は一人で十分よ。実際この見立て殺人に気がついたわ。じゃあこれで借りは返したから。くー、かなりムカつくんだけど、あの子。なに、私は一人で十分よよ。絶対あれ強がるよ。本当はいつも一人で寂しいから、私とめぐるくんのチームプレーが羨ましくてちょっかいかけてくるんだわ。めぐるくん、私たちは友情プレーで頑張りましょう。どうしたの、めぐるくん。ぼんやりしちゃってなんか元気ないね。いや今日一日操作してたから少し疲れたみたい。そういえばもうこんな時間か。そうだね、今日はそろそろ解散にしましょう。今晩は早く眠ってちゃんと疲れを取っておくのよ。じゃ、めぐるくん、また明日ね。ありがとう。立花さんも気をつけて。死を呼ぶ大天使はあと二人残っている。風の大天使ラファエルと水の大天使ガブリエル。転校生。転校生。